続きですね。今日はちょっとトラブルが多くて、これ録画だっていうことを忘れてました。その学術会議の続きですけども、その先生方がですね、不利益処分をするということは、その理由を付してやんなきゃいけないんだと。それから基づくと、日本学術会議法には推薦に基づき任命をすると書いてあると。任命の拒否権はないんだというお話ですね。それはそうです。憲法6条を、引かれていましたけども、憲法6条は昨日の朝のご挨拶でも申し上げた通り、内閣総理大臣は国会が指名をし、これを天皇が任命をすると書いてあるわけですね。これ、ほてあおいですよ。川がね、こうなるとちょっと厳しいんですね。ここ、ちょっと回ってみてよかったです。こっちはこうなんで、災害の時にこれ流れなくなっちゃうんですね。これを除去する地方の力がもうなくなってるっていうのはいかんですね。でも普段は佐賀はこうきれいにしてるんですけど、こういう状況ですね。それで学術会議に話を戻しますけども、それを変えるからには、その理由を付しなきゃいけない。で、昨日ヒアリングでですね、平成30年に紹介があったと言ってましたね。で、そこで会議をしたかどうかっていうのはちょっとわからないんですよね、会議。で、この会議についてですね、中身を言ってくれと言ったけど、言えないと。だから会議をしたかどうかもわからない。検察庁法の時もそうでしたね。法制局とか飛ばしてどっかでこうやれっつって発表してる。で、これが安倍内閣のもう本当にその法治無視、憲法無視の体質そのものじゃないかと思うんですね。で、菅内閣は果たしてそれを引き継ぐのかと、それよりもひどいことをやるのかという話であります。後半の野党合同ヒアリングもですけども、3名の先生方がお見えいただいた岡田先生はじめですね、各先生方の、お話をぜひ皆さん聞いてみてください。日本のなんていうか良心というか志を強く感じることができると思います。さて、今度は後半のヒアリングですけども、私が不思議だったのは、解釈、法の解釈を変えたのかということで、変えていません。変えてはいないという言葉がですね、どっかにあるかと思ったら、大串さんが聞いてるところにそれらしきものがあったんですが、ないというのは大串さんが言っちゃってるんで、それがこう明らかには昨日明示的にはなってないんですね。うわー、これこういう彼岸花があるんですね。綺麗ですね。住民の方の庭ですけど。それでもう一つ不思議だったのは、法制局が決してその会議の中身もそれから法の解釈も言わなかったことです。法の解釈を各役所に独立してしっかり確定するのが法制局ですから、それを言わないっていうことは法制局の意義そのものを否定するものだと言わざるを得ません。で、何回も一義的には内閣府が判断することです。それはそうでしょう。所管ですから。でもそれだったら法制局いらないじゃないですかね。で、
私がその時昨日思ったのは、かつてつっても、もう今年の国会ですけども、国会に呼ばれた人事院の女性の局長さんだったですか、あのもう本当にこう当たり前におっしゃった、正しいことをおっしゃったと思いますよ。だけどその後ですね、その国会の答弁を修正されたのはその方だったんですね。よほどの圧力が加わったんじゃないかと思ったんです。だから今のこの安倍政権以降の状況は、本当にこう正直にものを言うと、もう大変なことになるということをみんながこう身に染みてしまっていると、染みてしまっているというのが今の状況なんじゃないんですかね。これ本当に綺麗な花がこうやってありますね、サザンカですかね。あのそれが一つ、それからもう一つは、義務とか言ってましたね。任命する義務を負うわけじゃないと、意味不明ですよね。基づき任命をすると、この任命の意味もよく分かってないんでしょうね。あのひどい答弁でした。しかも監督するということまで持ち出しましたね。監督なんて言葉はどこにもないんですよ。だってですよ、あの日本学術会議っていうのは政府から独立して、そこに監督じゃなくて勧告する権能まで持ってるわけですよ。そしたらですよ、政府に都合の悪いこと、今の政権にとって耳の痛いこともおっしゃるわけですよ。でそれがおっしゃれなく なるんだったら全く意味がない。まさにそれを御用学者というわけですね。おはようございます。ぜひですね、皆さん、あの YouTube ありますのでご覧になってください。ちょっと A が全部潰れてたんで、同じことをあの2回言うっていうのは結構あのあれなんで、ちょっともうここで、閉じますが、どうぞ皆さん良い一日をお迎えください。ずっとですね、この東の空の変化を撮りながら来たんですけども、なくなってました。残念です。でもまあ、こういう朝焼けのですね、綺麗な中、どうぞ良い一日をお迎えください。お過ごしください。ごきげんよう。失礼します。